ってことは、そのアンジャッシュの小島さんの、あれがドラえもんやろな、だからさっきの続きやけど。で、アンジャッシュの渡辺さんの方が伸びた。で、静香ちゃん探しとって。なるほど、こいつも静かじゃねえ、こいつも静かじゃねえって、静香はどこなんだって。この解釈でも許されへんやろ。だじゃあ小島さんっていうのは その解釈知ってんの。そもそもそうやった。だから渡辺さんのこと許されへん。静香を探して何をやっとんの。しかも結婚してるやんか、静香ちゃんタイプだって。佐々木なんて言うまで、知らなかった。あの奥さんが静香ちゃんじゃなかったら何やねんっていうことやろ。違ったと思ってるのがすごいよな。本当の静香を探してって。あれは静香ちゃんなんだよ、渡辺さんの。佐々木さんの。いや、うち探してんの、ひょっとして。それやったらうちはるかに格好上で言っとくけど。佐々木さんより言ってくれて。それで小島ドラえもん説っていうのができるんでしょ、多分。ね。関係ないけど、安売りを、小島ドラえもん説を、廊下の会社にすっかり美味しいとこ取られた、な、電気の安売りを、要するに、電化製品の安売りを、小島。顔、ドラえもんやったよ、なんか。